中心となったのは田岡組長を頂点とする三代目山口組でした。1981年田岡組長の死去によって山口組の跡目をめぐる構想が始まります。1984年竹中正久組長の4代目襲名に反対する山本博史組長が一和会を結成、山口組は分裂します。1985年一和会系組員が竹中組長を殺害し、山一戦争が本格化します。大阪神戸を中心に昼夜を問わない銃撃事件が幾度となく繰り広げられ、一般市民は不安に包まれました。1988年稲川会、会津虎徹会の仲裁によって終結を迎えるまでに双方合わせて30人近くの死者を数えました。